朝です。朝でいっぱいは？そうだね。4日間泊まるって言ったの。4日間だよ。だから今日泊まって。で、5じゃないじゃん。で、4だよ。で、3じゃないじゃん。で、4が最後でしょ。5泊4日、あ、5泊6日。え、4泊6日か。もう分かんなくなっちゃってる。レインボーガンの朝です。今日も朝日が見えるかな、あっちに。よいしょ。朝日がまだちょっと見えないかな。寒いね。今日は何食べるの？みゆ。梨ごり。今日梨ごり食べるそうです。梨ごり美味しい。そう、美味しい美味しい。ね。はあ、寒いぐらいですよ、朝は。でね、もう鳥の声が半端ないわけよ、朝。鳥だか、なんか虫だかわかんないけど、それで起こされるって感じ。大自然ですよ。もう犬の鳴き声とかも夜すごいし、周り何にもないんだけど。寒い。寒くないの、みーちゃん、それ学校ちょっと来てくれば上。大丈夫？それではちょっと今からご飯食べたいと思います。しょうがない。ソースはそばではないんだよね。どうですか？美味しい？
でもね、犬 OK のところで探したから、まあ、そういう選択肢しかなかったんですよ。そうでね、ここの結果の道はね、ほんとこんな細くて一本道なんで、パパのバイクが3個ぐらいの。こんな感じですれ違う時もね、超大変なの。すれすれサファリパーク来てるみたいだね。今日もすっごいいい天気。ね、写真フォト、あ、写真撮る、あ、フォト、そうそう、たらーん、ハロー、やロコモティビホテルスパレンボンガンバリというホテルに滞在します。今日のホテルはこんな感じです。私の家どこですか？プールアクセスのお部屋ですね。まだまだ、あれ開いてんの？Thank you。 あ、どっち？こっち？あ、こっちだって見えちゃう。ありがとうございます。ありがとう。またね。はい。ここです。狭いね。狭いけどまあしょうがないね。はい、こんな感じでプールがありましてね。でここになんかこういうスペースがあって、でお部屋はこちらです。203号室で、部屋の前にはこんな感じで
コーヒーテーブルがあって、部屋はこんな感じ。ちょっと見えちゃう、キングサイズのベッドが1台で、テレビと、まあ、コーヒー、お茶と、こちらがクローゼットになってまして、洗面台はなんかおしゃれだよね。ちょっとね、こういうのいいね、こういう、なんかね、こんな感じですよ。でなんかいろいろ揃ってます。ハンドウォッシュとコンディショナーとボディウォッシュとシャンプーで、アメニティもちゃんとついてますね。はい、そしてこちらがシャワールーム。やっとハンドシャワーだよ、めいちゃん。そう、2軒ともね、あのレインシャワーだったから、もう結構洗うの大変でした。あ、蚊がいるね、蚊が。ちょっと蚊がいるので、閉めちゃう。はい、こんな感じです。狭いけども、今日はあんまりここ寝るだけで明日帰っちゃうので、こんな感じです。で、ベッド OK です。から一番近いビーチに行ってみます。全然干潮じゃないよ。干潮じゃん。あ、ここプールある。綺麗。違う、見に来ただけだから。今日も美しいです。いつ見てもね。すごい景色がいいよ。今日すごいね。あ、グンさんが。グンさん、グンさんがバッチリ見えますね、今日は。あー、今日シュノーケリング行きたかったね、ミユ。めっちゃ雲ないじゃん、今日。今日午後から行けないのかな。ディノが見て。え？暑いかな、昨日。うんちしたいんじゃないかな。すごい綺麗。じゃあ行こうか。すごい引っ張られてるんだけど。うん。なんか匂い嗅いでんだね。あ、おしっこしっこ。音がなくなる。ゴルフができるカフェがあるんです。
パターゴルフかな、ミニゴルフみたいなやつ、子供もできるミニゴルフコースがついたカフェに行きたいと思います。イエーイ。はい、ここ、こっちがリース、リース空き物件がありますよ。ダメで、ペット不可なんですよ。なので仕方なくペットが泊まれるお宿ばかり泊まっています。でも日本人の人にはマハギリリゾートおすすめだと思う。後でちょっとご紹介しますね。どれ？これかな？ココナッツハット、ミニゴルフ、うん、ここだ。ミニゴルフ到着到着到着。マハギリリゾートからね、もう歩いてこれるんだけど、ココナッツ、ここはね、ミニゴルフできるんですよ。よいしょ。ハロー、超ミニだね。どこにしようか。ここにする？どこにする？ここでいい。あー、ワンちゃんがいる。ワンちゃんって、大丈夫じゃない？ここにしてよ。あ、ゴルフ。あ、じゃあこっちにする？アイスある。あ、アイスある。こんな感じでパターゴルフが楽しめます。あっちの、あ、どうしようかな。いいよ、ここで。ここちょっと日光、ママちゃん日光がダメなんです。もう遊ぶの？早速遊ぶの？ちょっとどうぞ。メニューこんな感じです。プロじゃないの？そっから打つんだよ。何回で穴に入れられるかだよ。あらー、下手くそ。あらー、めいちゃん真剣に入れて。はい、5回。こうやっていく。
ちょっとパパ肩まっすぐ見せたけど。いいんじゃないですか。何の作戦？あ、そういう作戦？お、いいじゃん。すごいホールインワン出ました。強すぎたら跳ね返る。あ、止まった。できるかもよ、ミュウ。弱い。1、2。マハギリビーチに行きます。もう着いた。さっきのゴルフカフェから5秒、10秒かな。これはちょっと、はい、ミュータンティーノを持ってください。綺麗、やばいね、やばい感じです。アグンさんが、すごい山が全然あれじゃん、全部見える。え、全然満潮じゃないんだね。今干潮だね。なら泳げないの。うん、泳ぐのは
あち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 、砂があちあち。浮いてるよ。あ、プール、プール行くから、プール。なんだろうね。あ、みえちゃんここで撮ろうよ。あ、順番待ちかな。こっち撮る？あ、ぐんさんと一緒に抱っこして。あ、ぐんさんがちょうど入るんだ。ほら。すごいいいじゃんここ。めっちゃいいよ。ほら。けど大丈夫？ルビン。次はマハギリリゾートからお花ビーチクラブに向かっています。暑い。今日本当すごい天気で最高ですよ。歩きで行きます。ここも可愛い。バンガロー。ん？ビーチクラブに着くんじゃない？すごい混んでんね。ここがビーチクラブだよ。どこにしよう。どこにしよう。日陰にしないと。ここ？うん、そこでもいいし。すごい綺麗。どこがいいかな。ビーチの前。暑いもんね。すごい。プール。暑いじゃん。ちょっと海撮影していく。暑いよ。ね。あ、ここマシュマロ焼きやるんじゃない？めっちゃ綺麗。さっきの席でいいよ。ここがお花ビーチクラブです。暑いね。
らっしゃい。いいよ。ヨガパンツバーガーウィズフライズっていうビーガンのハンバーガーを頼んでみました。なんかキニアとかマッシュルームのパティだそうです。とティーはこちらの中からデトックスにしてみました。
トとかジンジャーとかレモンピールとかモリンガも入ってるそうです。今からジュングバトビーチに行きます。で、ママもしこれ帰りたかったらアイモで電話してね。そうだね、それが一番いいね。すごい綺麗。ようこそジュングバトビーチ。ようこそジュングバトビーチ。ジャングンバトビチ、トウモロコシバトビチ、ここに引っ越ししたいです。やだです。なんで？やだです。ここすごい石あるじゃん。めちゃくちゃ綺麗。バリエコデリに来ました。いいな、ここシュルームでジェラートで、じゃあお金もらっていい？ Yeah, あと2万ルピア。Oh, so cute.You from Japan? Yeah.
はい。すごい大きい。どう？おいしい？サボ？いや、ほんとどう？うまい。めっちゃおいしい？ちなみにここはマッシュルームコーヒー。ちょ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 。こんなブランコ席もあります。ブランコがあってテーブルがある。そう、ブランコに揺られながらお食事もできますよ。こっちはね、すっごい綺麗な夕日が見えてたんだけど、もう沈んじゃいましたね、あっちに。で、ここからもうビーチがね、見えて、おすすめスポットです。イエーイ。最終日ですね、4泊目の夕焼けタイムです。すごい綺麗なグラデーションになってます。こちらにはアグンさんが見えて、あーすごい、これ生で見てもらいたいな、皆さんに。映像じゃなくてね、ほんとすごい。よろしく。